はい、こんにちは。それではセンター世界史 B 2017年度の第3問の問い6からですね、始めていこうと思います。前回は選択肢の2番までですかね、終わってまして、ロシアで ストルイビンがミールを保護しようとした。ストルイビンはミールの運営には直接関わっていないと。むしろ、ロシア第一革命後の、ドゥーマですね、ロシア その帝政時代の国会ですね、これを、まあ、無視してとか解体して反動政治ですね、皇帝の権力を強めて専制政治を復活させようとした。こちらの方に関係があったというわけで、まあ、この問題、誤っているものを選べですから正解が2ということになります。なんですが、まあ、とりあえず3と4ですね、アメリカのホームステッド法と政府改革書いた、あと4番はイギリスでは第三選挙法によっていると、まあ、この辺も一応検討しておこうかと思います。で、まずじゃあその3番ですね、あ、選択肢の3ですね、アメリカ合衆国のホームステッド法、これいつ頃のことか分かりますかね。ちょっと今から軽くアメリカです。まあアメリカです。はい。で、まあ大ざっぱいんですけども、ああ、こまずはあれですね、 年代というか時代ですかね。まあ大体19世紀の半ば頃です。字が汚いですけれども、当時アメリカは、アメリカの国内では、まあ、それこそ17世紀、16世紀、17世紀に移住してきた白人たち、独立した13州、まあ、当時はこの東海岸だけの独立した13州だけがアメリカ合衆国だったわけですけれども、白人がどん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 西へ西へと移住を進めていきます。これ、生前運動と言いますね。で、この生前運動の結果、このアメリカ合衆国の国境、まあ、境目ですね、境目がどん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 西へ西へと移動していくと。で、まあ、結局、1890年には、この西海岸へ完全に到達してしまって、フロンティアが消滅したと言われることになるんですが、まあ、今はそこまでできません。で、この生前運動で、西部、まあ西部ですね、このアメリカの、あの西部というか西部ですね、あの西部劇の西部の方に移住した人たち、この人たちは、まあ、自給自足の農民として生活していくことになります。あ、そうですね、主に工業が発達するのは、このアメリカの合衆国の中でも、北東部と言われる地域で、この東海岸のこの、東海岸の上でも北の方と、ここが北東部まあ時代としても19世紀の半ばですし、まさにあのこの話でちょくちょく出てきた対抗近代化、アメリカとドイツがそろそろイギリスの工業生産力を追い越そうという時期です。ですからここには産業資本が、まあ、産業資本の勢力が強いです。
ここにも、まあ、主に軽工業ですよね。綿織物産業ですかの、産業資本が。でもまあ、イギリスでは、まあ、産業革命、18世紀の半ばぐらいから始まった産業革命で、すでに綿工業が発達しています。で、綿工業、綿織物産業というのは、綿がですね、植物の、まあ、繊維を豊富に含んでいる綿の部分ですね。あれがないと成り立ちません。ですから原料を輸入するところが必要です。その原料の輸入先にアメリカの南部もなっていた。というように、まあ、で綿花を輸出すればお金が入ってきますから、言ってたら、まあ、近代世界システム、中心と終焉ってやつですね、まあ、こういう中心と終焉があるというこのシステムの中で、イギリスが中心にいて、で、イギリスが中心にいて、で、南部が周辺に、アメリカの南部が周辺にあると、まあ、そういうイメージ。結構で、ちょっと、ちょっと気づいてほしいのが、この西部の農民と北東部の産業資本家もこれ同じような関係にあったんですね。まあ、北東部は中心、西部は周辺で食料を供給し、工業品を西部に供給するとそういう関係にあったんですが、わかりましたね。アメリカの一つの国の中に、そうですね、イギリス、まあ、ちょっともう一つと、こっちが、まあ、北東部って書いてますけども、北部って書いてますね。北部と西部、一つの国なんですけれども、属しているシステムが違うわけですね。南部はイギリスの経済的な重要感にあります。で、北部と西部は結ぶ大事なんですが、北部と南部っていうのは経済的な利益の獲得権が全然違います。南部はイギリスに従属することで、で、北部は、西部を使用することで、で、北部は南部の方にも手を伸ばしていきたいんですが、そうなるとイギリスとぶつかることになりかねないというようなところがあって、これで、あれですね、まあ、一つはこの経済的な要因で、もう一つは奴隷の扱い、黒人奴隷の扱い。南部の方はこの綿花産業をのために黒人奴隷を大量に使ったその綿花プランテーションですね、黒人奴隷を大量に使って綿花プランテーションを営むというのは、まあ、南部の主要な産業です。一方で北部の方にしたら、黒人奴隷の存在というのは工業の労働力にはならない。機械を、まあ、当時文字が読めない人が多かったですから、機械の使い方も知らないのが、こんなこの人たちには、まあ、アフリカに帰ってもらったらいいんじゃないの。でそういう勢力が強かったです。そこで奴隷制に賛成の南部と反対の北部という図式から何が起こったか、ここ
統領玄関ですよね。一つは有名な奴隷解放宣言、これを出すことによって、まあ、人道上こちらに利がある、うん、だからまあ諸外国の支援も取り付けやすいし、大義名分としても十分な役割があったわけですね。でもう一つが、このもう一つがここで問題になっているこのホームステッド法、自衛の事故なんですね。政府はもともとつながりが強かったんですけれども、この政府の農民に開拓した分の土地、あなたのものですということを保証するわけです。で、このホームステッド法によって、政府の農民の利益は保証されました。で、利益を保証された政府の農民は、北部の産業資本家たちが中心の北東部に対して、ああ、どうもありがとう。これからも仲良くしようねという感じで、この南北戦争においてはこの西部の農民たちは北部側の支持にもあるわけですね。というようにこの南北戦争のこの、まあ、南北戦争の契機として、まあ、その一環ですね、この、まあ、奴隷解放宣言、まあ、こっちの方が明らかに有名なんですけれども、奴隷解放宣言とホームステッド、この北部側の戦略で出された2つのまあ、作戦と、この作戦のうちのこの一方がホームステッド法で、それによってさらにこの西部の開拓が促されることになったと。で結局、まあ、先ほども書きましたけれども、1890年には、フロンティアが消滅と、この西部はもう全部開拓し尽くされました。でここから、まあ、19世紀末からアメリカは本格的にこう海外進出を始めていく。今まではこう、まあ、国の中にというか広い西部があって、こちらへ進んでいけばよかったんですけれども、それからはこちらのカリブ海とか、あとはもうはるか西の方のフィリピンですね、フィリピン、中国、それからまああとは日本という方向に進んでいくことになります。はい、ではこの選択肢3の検討はこれでおしまいにしたいと思います。次は4番ですね、イギリスの選挙法改正、ここに行きたいと思います。